はい、どうも皆さんこんにちは、デザイナーの和也です。今日はですね、アイデアが生まれる3つの習慣について皆さんにお話ししていこうと思います。今日はですね、ちょっとこの iPad で僕が描いたイラストをもとに説明していこうと思いますので、ぜひ皆さん最後まで聞いていってください。まずですね、習慣にすることっていうのは本当に大事なんですよね。そしてやっぱり楽なんですよ。なんでかっていうと、その無意識の中でもアイデアを考えられるようになったりするんですね。無意識がでアイデアを考えられるようになると、その無理しなくても1日に 2,3 案のアイデアが生まれる体質が身につきます。いつの間にかアイデア貯金が溜まっていることになるんですね。なので皆さんもですね、僕が今から紹介する3つの習慣を日常の中に取り入れていただいて、それを実践することで皆さんもアイデアマンになれる可能性がありますので、ぜひこの動画最後まで聞いていってください。僕の動画ではですね、こんな感じにアイデアの考え方であったり、コンペに受賞するコツとか、あとはいいポートフォリオのレイアウトとか作り方とかご紹介してますので、ぜひ皆さん他の動画もご覧ください。はい、では早速本編に行きたいと思います。習慣その1ですね。まずリラックスできる環境を作りましょうということです。リラックスできる環境を作るというのは、そのながら発想というふうに僕は言い換えてるんですね。でリラックスできる環境ってどういうことなのかというと、例えばジムでトレーニングしながら考えるとか、あとサウナでこうやってもうぐったり浸かりながらアイデアを考えるとか、あとはまあ夜とか朝とか散歩しながら考えるっていうことをするんですね。つまりそのプレッシャーが全くない環境で考えることが本当に大事なんですね。例えばそのグループワークとかでみんなと一緒に考えてると、次こういうふうに手順踏んでやんなきゃいけないなとか、人の発言に耳を傾けなきゃいけないっていうこともプレッシャーになってくると思いますし、なんかこの時間の中でアイデアを考えなきゃいけないっていうふうになると、それもまたすごくプレッシャーになったりして、その焦ってアイデアを考えなきゃいけないっていうので、ちゃんと考えてアイデアを生み出すことって実はできていなかったりするんですよ。で意外と頭がリラックスした状態、自分が全くプレッシャー何にも追われていない状態で考えられるアイデアっていうのは、本当に自分のペースで、自分の考え方で考えられるので、自分らしいアイデアっていうのも生まれますし、そこでやっぱ独自性のあるアイデアも生まれやすくなるので、皆さんぜひこういうですね、自分がいかに日常の中でリラックスできるかという、そういう環境を見つけていただいて、そういったところで頭を使うようにしてみてください。はい、これがまず習慣の1になります。でその次のですね、習慣のその2はですね、既存のものとか製品を疑うということをしてください。つまりその完成形じゃないと思い込むことがやっぱ必要だと思うんですよ。皆さんが当たり前のように使ってるものだったりとか、例えば郵便ポストって赤だけども、その赤じゃなきゃいけないのかとか、付箋って四角いものが多いけど四角い必要があるのかとか、丸とかありますけど、もっと他にも形あるんじゃないかって疑うことだったり、あとなんでここでジップロック出してきたんだって思うかもしれないですけど、ジップロックって使いづらくないかとか、僕グミ大好きなんですね。ちょっと話ずれるんですけど、グミ大好きで、グミってジップロック形式のパッケージだったりするじゃないですか。なのでジップロックに対する不満も少なからずあるわけなんですよ。毎回こう閉じて開ける閉じて開けるが意外と面倒くさかったりするんで、そのジップロックっていうその開け閉じする機能も他のことにできないかとかって考えたりするんです。はい、そういうふうに疑うことで今まで見えてこなかったアイデアの可能性が見えてきたりするんですね。そうするとありそうでなかった絶妙なアイデアを生み出すベースを身につけることができます。これ結構僕すごく効果的な考え方かなと思っていて、やっぱ何もないところで発想するとやっぱそれって実現不可能だったり、ちょっと現実的な部分からかけ離れたアイデアが生まれるリスクがあるので、やっぱり既存のものをちょっと疑うと、そこから何かアプローチするっていう方が現実的なアイデアとか2歩3歩先みたいなアイデアが生まれやすくなるので、皆さんも既存のものベースにアイデアを考えるようにするといいと思います。なのでそのまずベースとして既存のものとか製品をその完成形と思い込まずに、まだ何か変えられるかもしれない、もう少しこうするといいアイデアなんじゃないかっていうふうに考えるようなことをするといいと思います。で最後ですね、習慣のその3になります。そこから既存のものを少し変える癖をつけましょう。それを少しアップデートするということです。だから2と3はセットですね。まず既存のものをとことんちょっと疑うと、これってこれじゃなきゃいけないのかな、もう少しこれってこうすることができるんじゃないかな、じゃあその先に少し変えてみようという、既存のものをちょっとアップデートするという感覚です。例えばそのものの色を変えるとか、形を変えるとか、その香りをつけるとか、わかりやすく言うと人間で言うと五感で感じる部分、目で見たり口で味を感じたり耳で聞いたりなどの、その五感で感じる部分をちょっとひねってあげるっていう、ちょっともう少しわかりやすく言うと、例えばですけど
定規ありますよね。で定規って大体15センチじゃないですか。で定規ってなんで15センチなのかって言われると皆さん答えられませんよね、まあ、僕もわからないんですけど、だったらどうせなら何かの長さを表す定規にしてしまえば付加価値として考えられると思うんですよね、その機能は。なので丸々の長さの定規を考えてあげるとか、あとこれちょっと僕その先日駄菓子屋さんに行った時に思ったのが、あの動物幼稚っていうお菓子ありますよね。ちょっとここにパッケージ出しますけど、まあ、動物幼稚の動物の形を動物じゃなきゃいけないのかなって疑った後で、じゃあちょっとこれ公開で見ようっていうので都道府県にしたらどうかとか思ったんですね。都道府県の幼稚にすることで、例えばそれが教材的なニュアンスになると、まあ教育的な食べ物になると、まあ美味しいし、まあ、都道府県の形もちょっと覚えられるんじゃないかなっていう、そういう一石二鳥的なアイテムなんじゃないかなって考えたんですよ。まあ実際に商品化するってなったら、あの都道府県の形もなんかすごいデフォルメ効かせたような形になっちゃうから、多分小さい、まあ、東京都とかそれに似てる都道府県とかはもう全く分かんないかもしれないけど、まあ、大体今ちょっとざっくりの話をしてるので、うん、まあ、例えばの話をしてるのでちょっと軽く聞き流していただければなと思うんですけど、まあ、こんな感じです。形をちょっと変えるとか、まあ、形に意味を持たせるとか、まあ、色をちょっと変えてこういう風に見せるとか、まあ、そういう風にするとあの頭の中だけで考えられるので、ぜひ皆さんですね、この3つの習慣あの日常で取り入れてみてください。はい、まとめますと、その1、リラックスする環境でアイデアを考えると、皆さんがいかにリラックスしてるかっていう環境で頭を使うようにするっていうことをするっていうのと、あとその2ですね、既存のものをあの疑うということをしてください。ポストは赤じゃなきゃいけないのかとか、何でもですよ、もう既存のものって多分僕全部まだまだ完成形じゃないと思ってるので、皆さんもそういう視点で考えてみるといいかもしれないです。で最後に3つ目ですね、その疑った先にちょっと変えてみるということをするということです。まあ、この3つです。なので皆さんもそんなに難しくないなと思ったと思うので、ちょっとあのタイミングを変えるとか、まあ、ちょっと考え始めのスタート地点を工夫するとか、まあ、そういう風に工夫すると、人それぞれのアイデア発想法っていうのはそこで確立されるわけなんですね。アイデア発想っていうのは必ずしもその手法だけじゃなくて、いつどこでどんな風に考えるかっていうのが本当に重要だったりするので、皆さんも自分がアイデアが生まれやすいというタイミングを切り取って、そこでアイデアを考えるようにしてみるといいかなと思います。僕も普段ジムで考えることが結構生まれたりするので、まあ、ジムに行くと体も鍛えられるし脳みそも鍛えられるしみたいな、まさに一石二鳥なので、僕は結構ジムに行くことも同時にお勧めしたいんですけど、まあ、そういう風にその人その人が普段やってる趣味とかあると思うので、まあ、その瞬間に考えてみるっていうことをちょっと意識して、でいつかはそれが無意識に行えるようになると思うので、ぜひそういう風なリズムみたいなのを作っていただければなと思います。はいはい、今日の動画はちょっとこんな感じで終えていこうかなと思います。まあちょっとあのイラストを使って今回ちょっと説明してみたんですけども、どうでしたかね。インプットのプレゼン資料とは違ったテイストでお送りしてみたんですけれども、ちょっと分かりづらい部分もあったと思うので、もう今後ちょっといろいろ試しながらやっぱプレゼン資料にしようかなとかいろいろ考えていこうと思いますので、ちょっと皆さんお付き合いいただければなと思います。まあ同時にですね、皆さんからも、まあ、こういった動画上げてほしいとか、あのこういう時どうすればいいんですかみたいな、まあ、アイデアの出し方困ってますとか、まあ、授業のこんな課題に今取り組んでるんですけど、どういう風に作品作っていけばいいかなとか、まあ、僕で答えられる範囲でしたら全然あの答えますので、ぜひそういった場合にはコメント欄で質問などしていただけたら大変嬉しく思います。この動画がですね、あのいいねとか、ちょっと参考になったなって思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。